山市の道の駅に、いました。で今は28日の日曜日、北に向かってます。で、この後は、小原沢とか新庄とか新庄市北に行くとですね、でとりあえずまずですね、新庄市でなんていうのガソリンスタンドで北海道にセルフ岡本っていうか岡本グループのあるんですけど、それが山形県にも何か所かあるんですね。そこは自分はいつも現金じゃなくてなんかプリペイドカードみたいなそんなので持ってるんで買ってます。現金価格よりだいぶ安くなるんですね。だからこの周辺よりは15円ぐらいは安いんじゃないかなって想像してます。そしてその後どうするか、一応は西に向かうかなって、去年はそこから北に行ってるんで今回は西かなって。そして、西に行くと何か所かゴミを捨てられる道の駅が、通ること可能なのでそっちかなって。そして一昨年その何年か前も行ってる骨寺村ってあるんだけど、それはもう何回か行っているけど、なんか自然の中を歩ける田んぼあって、平安時代と基本的に同じ風景だとかっていうですね、道も何も変わってないっていうか、そういう変わったそういう集落があるのでそこに寄るかなって。そこを出たら平泉の道の駅があります。そこに車を置いて平泉の見学をすることは可能ですけど、154円経由ってあるから現金でね、まあ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 かな、安い方ですね。小原沢10、新庄31、そういう距離です。まあ久しぶりに小原沢から右に入って行くことも可能なんですね。途中銀山温泉に寄るとかできるんだけど、まあ新庄で油入れるんでそっからいいかなって。鳴子温泉そっち行くとですね、大崎市もそっちかな。そして少し下って仙台っていうそういう道です。はい、また今日はですね、さっき道路の温度計が25度になってました。なんか30度だとかって言って全国ですね、